フランソワ・フィオン・フランソワ・シャルル・アマン・フィオンは、フランスの政治家、第五共和制第19代首相。所属政党は、共和党、サルト・ケンルマン出身。スブレノ・ブリーへのドミニク・ド・ビルパンのいとこにあたる、バスク氏家、アニースレト・バンデ出身の交渉人のミシェル・フィオンの長男として、生まれる。三人の弟、ピエール、ドミニク、アルノーと共に、サルト県の小さな町で育つ。 PL は2014年現在フランス西部自動車クラブ会長、ドミニクはジャズピアニスト、アルノーは交通事故で亡くなっている、ルマンのノートルダム・ドサントクロワ高校を卒業1972年に哲学のバカロレアを取った。フィオンはその後メーヌ大学でクリスティアン・フィリップの下で学び、1976年に広報のマスターを取得した。翌年、 パリ第五大学で広報の博士家庭研究免状を、また国立政治学研究院で政治学の博士家庭研究免状を得た。その後、ジャーナリストになるために3年間フランス通信で研修を受ける。早くに政治家としてのキャリアを開始する。1980年6月28日には、ウェールズ出身のペネロプ・クラルクと結婚、マリー、シャルル、アントワーヌ、 エドワール、そして、アルノの5時を設ける。1983年から2001年まで、サブレシュルサルト市長。2002年ジャンピエール・ラファラン内閣の労将として、入閣する。労将としては、週35時間労働制の緩和を内容とする、賃金、労働時間、雇用促進法制定を実現した。2004年高等教育、研究省に就任し、 バカロレアの改革を含む、フィヨン教育法を制定し、論争の的となった。2005年、ドミニク・ド・ビルパン内閣には入閣せず、同年サルト県から上院議員に選出された。2007年フランス大統領選挙では、ニコラ・サルコジの選挙参謀を務め、サルコジのもと、首相就任へと至った。サルコジ政権下での唯一の首相であり、2012年、 サルコジの大統領人気切れとともにフィオンも首相を退任した2013年春の叙勲で日本政府より朝日大受賞を授与された直後ツイッター上で2017年フランス大統領選挙への出馬表明所属党派内からは党の団結を乱す身勝手な言動として批判を受けたが2016年11月にフランス共和党を中心とする 中道派陣営の大統領候補予備選挙でアラン・ジュペを下し、中道派陣営の有力候補に名乗りを上げた。2017年1月下旬に妻や二人の子供に大使秘書としての勤務実態がないにもかかわらず多額の報酬を支払っていた疑惑が浮上し、支持率が高下。3月1日には訴追される見通しとなったが、大統領選からは撤退しなかった。 大統領選挙には出馬したものの4月23日の第1回投票では決選投票に残れず敗北宣言しエマニュエル・マクロン支持を表明した。ありがとうございます。